ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっとパジャマに着替える。生着替えタイム。チャンチクチャンチャンチャンチクチクチクチャンチクチャンチャンチク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 チャンチクチャンチャンチャンチクチャン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 。生着替えタイム。チャンチクチャンチャンチャンチクチクチクチャンチャンチャンチク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 チャン。よいしょよいしょ。生着替え。ちょもうな、帰ってきたらさ、すぐ着替えたくなるから。かわいいかわいい猫のパジャマに着替えるよ。お疲れ様ひな。結婚して。いやーだね。でもね、これね、なんか多分これも そうなんよ。ファンの方からプレゼントだったんやけど、なんかね、見たい？これもなんよ。これもなんよ、多分。だから、これ、ちょっと靴下も脱ごう。よいしょ。いくよ。ほら。ほら。で、でもこれで、ひーちゃんダメ。あとこれ、なんかね、顔がついとるんよ。かわいくね。でも分からん、あれ、コルセット、コルセットじゃね。かネクオマかか、逆これ合ってるよね。これが耳だよね。これ多分大体はこれよ。これちょっと待って、ツインテールみたいに、ちょっと恥ずかしい。ここにこう、
どう？Yeah. どう？なんか昨日あれ一昨日かね前髪切ったんよ。でちょっと巻いたらやっぱちょっと短くて、でもこうやって押さえたらいい感じでしょ。でもさ思うんやって、こんなんじゃ髪の毛洗えんくね、髪の毛じゃない顔洗えんくない、こんなん濡れるやん。ってことはもうこれも全部あげるやん、ほんまは。こんなん、あじゃあ顔洗おうでこんなんせえへんくない。普通顔洗おうやったらもう全あげやん普通。だから可愛いものを可愛く使うのって難しいと思うわ、世の中というのは。現実は全上げだよね、わかるそれな。でしょ？でも可愛いでしょ。多分これが一式セットね。今日はちょっと今日も県外に出てて、そう、もうね結構目が眠たいけどメイクしてたから落とす前にちょっとだけと思って配信やった。だからこれからまたね、まだお風呂入らんといけん。まあみんなは23時からラジオ聞いて OK？今着てるのはパジャマ、そうパジャマです。ちょっとこれ全上げしてみよう。全上げしてみるよ。待って、クリスマスはチキンが食べたいの。ヒゲっぽくね、ちょっと4つ目の決めた。クリスマスはぞ、煙突から侵入するぞ。なんかジジの匂いする。うん？で、うん。君がトナカイかの。君がトナカイかの。私を乗せてくれるかの。はあ。そうだよ、ジジが乗せてくれるんだよ。
クリスマスは事業と仲になって、じいちゃん頑張れ、なんなんその伸ばし棒に笑うみたいな、まあどうせ無理やと思うけどじいちゃん頑張れみたいな、じいちゃん力もだし、力持ちだし、マシちゃんぐらい軽々持ち上げれるし、男前だし、重たくても重たい素振りなんか絶対見せねえし、マシちゃんのためなら頑張るし、体張るし、潰れても頑張るし、のうのうのう、吠えてみろ吠えてみろ、やる気を見せんかい、え、ちょっと重たい、にゃ、これやったらちょっとやばいかな、これリアル、あ、かわいいじいちゃん、リアルはこうだよ、かわいいじいちゃん、ちょっとでもおでこを狭く見せるため、かわいい、かわいいね、どう、こうやってしたらちょっとデコ広いのバレるやん、頭隠れた、青山テルマか、あなたのこと私は今でも思い続けてるよ、いくら時流れていようと、どんなに離れていようと心の中でいつでも一緒にいるけど寂しいんだよ、なんちゃらなんちゃらベーコン、私はここにいるよ、誰や、ほんと青山テルマさんって言った、でも好きよ、めっちゃ面白いし、リアルはマジこんな感じ、なんなら後ろもこうやってあげる、全部ね、めっちゃ可愛くない、どうしたん、顔めっちゃ可愛くね、今日やばいやん、ジジ見て、目をまん丸で、ほら目が輝いてる、私はグレーだからかな、グレーと黒と相性がいいのかな、見てね、めっちゃ可愛い、ほら、一緒にお風呂入るか、可愛いな、
デコ広い。あとついちゃった。前髪パッカンってなっちゃった。今日はこれ以上に引き出しがないよ。でももう外も寒いですね、ほんと。ほんまに寒いな。あ、でもあれしたよ、衣替え。衣替えした、一応衣替えしたよ。何回言うんだかねえけど、マイキュンの回面白かった。ラジオ今日ゲスト回と思ってたら違った。今週は2人の回で、来週が卒業されるあの方です。そう、でもこの前なんかあの四国放送っていうか普通にラジオつけてたら、ラジコ聞いてたら初めてあの何1週間流れてる広告番宣、いつも撮ってる20秒ぐらいの番宣が流れてきて、はあ、こんな感じなんやと思って初めて聞けた。でも四国放送流してたら結構聞けるらしい、1日何回。うん、って言ってたよ。私マイケルの回聞いたけど、今日は、まあ、最近始まった新コーナーの学校で教えてよコーナーとか、あとはまああの12月1日に、11月30日と12月1日に徳島県で阿波踊りのイベントがあるんですけど、阿波踊りのイベントっていうか、そういろんなイベントがこう行われる日が2日あるんですけど、私も福ちゃんと一緒に阿波徳島観光大使として、イベントに参加させていただくんですけど、それでそのイベントが椿金也さんっていう徳島出身のね方がいらっしゃるんですけど、その方がこう手掛けた台本のもと私たちも参加させていただくんですよ。でまあそのね、まあ、素材っていうか、まあ
写真撮ったりとか、そういうお仕事で一回この前お会いしたんですけど、椿金谷さんと。その時にあの椿さんのあのインタビューの様子が今日放送されます。今日も私がツイートに載っけてたんですけど、そうだね、観光大使のお仕事は久しぶりかな。何気に久しぶりかもしれん。座席って役じゃどうなんだろう、どうなんやろな、なんかあるよね、なんか整理券みたいな。そう、なんかほんまにいろんなイベントがさ2日間にかけて行われるから、ちょっと私もあんまりちょっとよく分かってないよな。だからまだあんまり告知ができてないんやけど、そうだから今マネージャーさんにも聞いて、うん、でも普段とは違う、お、かわいい、普段とは違う、私たちが見えるんじゃないかと思います。雨天中止。そうなんよ、ちょっと結構なんかあのホームページ開いても結構文字が多くて、分かる、ちょっと伝わりにくいかなと思って、ちょっともっと分かりやすく説明できるようにしたいと思ってる。なあ、うん、せっかくね来てもらおうと、来てもらえるかもしれへんけどね、分からんことには、あーくしゃみ出そう、ありがとうございます、くしゃみラボール、うちめななみさん、ぶわー、そう、せっかくやし、OK です。ちょっと迷ってることはまだ申し込み大丈夫やから、ちょっと待ってて、でも今日のラジオまでちょっと聞いてもらえたらとも思えます。ありがとうつるる。って感じですね。
つなぎき、そう、なんかね、名前があるのはね、この公園っていうのかな、アワオトリップっていうやつに名前が載ってるから、他のやつも行きたいものはいっぱいあるんやけど、ちゃんとイベントとして多分出るのは多分これだけなんかな。ちょっとそこももう一回確認して正確な情報をお届けしますね。でもすごいよな、なんかディズニーのパレードが徳島に来るとか。ディズニーファンが集まるんだろうな。ね、そうだから多分今までこんなことないからさ、多分普通に想像ができてないと思う。阿波踊りと同じぐらい盛り上がるんじゃないかと思うんやけど、うん、なんかもしかしたらみたいなの時に聞いててあるかもみたいな。でもまさかほんまにやるなんてみたいな。すごい後藤田さん、まひちゃんディズニーの推しはいる、モンスターズインクかな。ぜひこれを機にたくさんの人が集まってほしいと思う。まあでも市内やからね、来やすそう。モンスターズインク、人間の子供とぬいぐるみ今日明日で分かると思う。トイストーリー、あ、そうやね、トイストーリーとなんか大体どっちかに分かれる気がする。トイストーリー派かモンスターズインク派か。
に分かれるイメージある。うん、でもこの前なんかサウナでトイストーリーやってて見てたら普通に面白かった。うん、私多分ほらトイストーリー派ですって書いてる。どっちもいい派、どっちもいい派、どっちでもいい派とかじゃなくて、失礼すぎる、さすがに。私めっちゃ買い取ったんやって。あと30秒数えて。輪郭だけ怖くなったけど、こればっか描いてたよ昔、文化祭とかの絵とかも似てるやろ。マイカーゾースキーサリバン、うーガオー。ちょサリーの口はちょ四角すぎた、ほんまはこういう三角ない。ない。まあこのあとラジオがあって、ラジオが終わるときはキュンなーいって言ってるんですけどね。はい、今日の配信はモンスターズインクの提供でお送りしました。顔はい、終わり。あと15分後だよ、ラジオちゃんと聞いてね。ホケラジもあるよ。ホケラジは24時間前ぐらいかな。ホケラジも聞けるよ。
昨日放送だったから。 OK。 じゃあ私もラジオが終わるまでに、終わるまでにじゃない、あと15分でお風呂入れるかな。いいねー、だるまー、ありがとう。はい、ほんじゃ今日も配信見てくれてありがとな。ちゃ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 、終わり終わり、明日から、明日から、祝日の判定が分からん。明日もお仕事頑張るぞ、またねーって、ありがとねー。明日も労働、明日も労働、毎日労働、キュッキュッ。ランキング見ますね、毎日仕事だね、えらいえらいえらい、本当にえらいぞ。心を込めて、じゃあ名前を読み上げるよ。13位はエレメンツさん、12位はゆまちゃん、11位はジュンさん、10位はキャマキャマ、9位はリュウイチ、8位はイグナコ、7位はヒヨコ、6位はエシリン、5位はチータさん、4位はウシ、3位はタクトマルさん、2位はおしめんななめさん、そして本日の第1位はロロロロトゥン、第1位はケイセキさんです。おめでとうございます、ありがとうございます。最初名前だけ聞いた時は菅田将暉さんについて語れば、いやでもいつかはそうよ、須田キュン、須田まさきさんが聞いてもらえるようにが興味を持つようにっていう目論みもあるんだよ。いつかは何かの間違いで聞いてくれるんじゃないかっていう、そうだからちゃんと須田まさきさん届くようにみんなついてよろしく、須田キュンって。いや初めね、須田キュンって検索したら須田まさきさんのツイートが出てきたんだよね、っていうとこからそれが始まったんだけどね。じゃあ皆さん23時からもキュンキュンしようね。うん、そうだよ。しかも今終わってるけど、須田まさきさんもオールナイトニッポンめっちゃ長いことされてて、でもどれぐらいだったの、今結構須田キュンと張り合ってるんじゃないか。ハバグッドナイグッナイ、ハバグッハハバグッナイ。はい、11月4日月曜日、皆さん今日も一日お疲れ様ひな、明日から1週間また頑張りましょう。この後23時からは ST48 の須田ちるキュンがあります。ラジコで、ラジコの四国放送でお会いしましょう。ハバーナイスデー、バーイ。お風呂めんどくさ。バイバーイ。